こんにちは、テキサスベースです、おはようございます。そして、こんばんは、今日はね、これ2本目の動画になります。今ね、もう時間にしてね、間もなく深夜12時になりますけれども、ですね、ようやくね、少しこのワークショップの方の中がね、まあ今大きなね、もうファンをつけてることもあるんですけどもね、まあ、ちょっとね、温度が、下がってきましたのでね、作業終了前にね、もう一本だけね、ちょっと動画を撮ろうかなと思いました。トイレはね、まだね、実はここ夜のね、今もう12時になりますけどもね、まだ依然、外気温がね、30度をね、まだ、超えてるようなね、猛暑でね、非常にね、暑いんですけどもね、ひとまずね、今日は、お荷物のね、ちょっと梱包がね、相当ありましてね、ちょっとね、そちらの方に随分ね、時間をね、まあ、6時間ぐらいね、ちょっとこう、費やしてたんですけれども、今ね、ここにありますものは、何回かね、先ほどインスタグラムの方にもね、上げさせていただきましたけれども、このアークランプのね、これはプレヒートをね、するカップですね、それをね、今ね、これ、作ってる最中です。実際のものをね、ご覧になった方ってね、まあ、あんまりね、いないと思うんですけどもね、まあ、それぐらいね、かなりもうね、貴重なモデルでですね、そうはね、簡単にこう、まあ、もちろん手にも入らないモデルですけれども、そのモデルのね、まあ、プレヒートカップっていうのがね、ここに今ね、ちょっとね、形状がね、こう見えると思いますけど、まあ、こんな形をね、した、まあ、ちょっと細長いね、ですね、こんな感じのプレヒートカップっていうのがね、ついてます。これはね、一応製造にあたってですね、こんなね、真鍮の、無垢の真鍮のこんなね、棒ですね、これ大体どうでしょう、多分ね、1.5 キロぐらいある塊なんですけれども、それをね、元にこんな形でね、まず中のね、カップの、形状の部分をですね、まあ、削ってですね、そして、この後ね、ここを、まあ、切り落として、そして、ここのまだ厚みのある部分ですよね、サイド、そして、左右ですね、そしてね、あとはこの高さ自体がね、実際のものはね、ここまでね、厚くないのでですね、そこの部分をね、削ってですね、基本オリジナルのね、スペックに、まあ、準じたね、まあ、ものをですね、一応作り上げる予定です。まだね、ここね、粗削り状態のです、状態ですのでね、ここの、どうでしょう。角のエッジとかはね、まあ、さすがにね、これはまあ、まあ、金属加工をね、するためのね、これ、カッターでね、これ切ってますので、ものすごいね、今ね、ここ、角がね、ちょっとこう、手が切れるぐらいシャープですので、最終的にはね、形状をね、こう、削り出して、カップ状態にね、なった時点でね、このエッジあたりはね、ちょっとこうスムーシングをしてね、滑らかな状態に、仕上げていきます。あとはね、ここにありますね、まあ、これも真鍮の棒ですけれどもね、これをね、最終的にここで、まあ、溶接をしてですね、まあ、つくと、そんなことを流れになります。あとね、一応ね、これはまあ、一つ、今、こちらに削ってですね、もう一つね、実はね、こちらの方にもね、同じように削ってって、今回はね、二つ、これ、作ります。
で今ねこちらの方にはね、もう一方のですねここちょっともう見えないと思うんですけどもね、ね外寸の、ね、スリップをねこう今、採寸しましてね、まあ、削る始める位置とかねそのあたりをね今ね、マーキングした状態です。今日はね、もう深夜ですしね、このタイミングでやるとねおそらくね、ちょっとこう途中なんでしょう。まあ寝ぼけたりとかね、ちょっともうね、長期ね、時間が、ちょっとね、経ちすぎたところでね、こういうことをね、やるとね、失敗のもとになりますので、あえてね、今日はね、こちらはこれ以上はもうやりません。で今ねちょっとねいろいろとねあとここの中にですね、実はねこんなようなね、メッシュ状のねものがねこれ一応、カパーですね銅のねこんなような、ものがねちょうどこういう、中に入ってるんですけども次もねまあ次というかね並行してねこんな感じですよね。これをね、入ることによってね、おそらく、なんでしょう、このアルコールをね、入れた場合にね、まあ、なんでしょう、こう、あんまりね、ちょっとこう、こぼれたりとかね、こう、まあ、これにね、なんというかこう、なんでしょう、こう、まあ、まあ、絡みつくっていうかね、何かね、こう、残ってうまく燃えるようなね、そんなようなね、ためにねこういう、まあ、網状のものがねついてると思うんですけどね、この辺りもね今同時にちょっとね探しています。ただ実はね一応ねこれなんですけどもねまさにね、これがそのものをバッチシのねこのね何でしょうこのマス目数というかねこれがね一応随分ねこんな感じ、結構ね、細かい感じの、なんでしょう、マス目というか網具合なんですけども、こういう感じにね、まあ、こう、まあ、ウーベンってね、こちらで言いますけども、こんな感じでね、組んであるという状態ですね。で、これをね、一応ね、オリジナル自体がね、手元にがね、ないので、100% の確信はないんですが、ただね、資料としてね、ちょっといただいたこのオリジナルのね、写真のここの部分をね、見てですね、このサイズからですね、割り出すとですね、おそらくね、この、ですね、網目なんですが、これ1日単位のね、まあ1日ですね、約まあ、2.5 センチなんですけれども、このね、1インチのね、この間にですね、いくつマス目がこれね、あるのかなっていうのをですね、一応ね、サイズと写真とですね、見ながらね、割り出したところ、おそらくですね、これ1インチにですね、まあ、約、これ40のね、網目がある、サイズだと思うんですね。一応それがね、おそらくオリジナルが、にね、使われてた、その網目のこのマス目サイズだと思うんですがですね、それをね、一応ね、見るとですね、これもまさにね、その1日にね、これ40、まあ、一個一個ね、これ、地味に、測ってね、目を凝らしながら、ここの小さな目をね、数えていって、そうするとね、これ1インチにね、これ40ありましたのでね、まさにね、ここにつくがための、この、メッシュがね、これかなってとこなんですね。ただね、これはね、今ね、見てもわかるようにね、これ、このテキサスベースのね、ワークショップに、まあ、転がってたものなんですけれども、これね、記憶によるとね、もう随分前からね、ちょっとね、まあ、転がってたというかね、これ、まあ、実はね、とあるね、古いモデルのね、確かこれ、ジェネレーターのね、中に入ってたね、こう、本当はこう、筒状になってた、ものだとね、記憶してるんですが、それがね、ずっとね、まあ、何枚か、こう、感じてこんなあるんですけども、
転がってましてね。で、まあ、これが、ね、確かね、そんなあるななんて記憶には残って、ましてね。ちょっとね、まあ、まあ、どこにあったかも定かではなかったんですけども、一応ね、探し出して、まあ、ちょっとこう、調べたところ、まあ、バチシですね。ただね、これ、長さがね、ちょっとあいにくこんなね、短すぎるためにですね、これにちょっとね、こう使うことはできないので、これとね、まあ、願わくば同じね、ものがあれば、これ、厚さもね、非常にこれ、いい感じのね、太さというか厚さですのでね、一応このあたりをね、今度ね、ついにこれ探し出していきます。まあ、あくまでもね、これ、憶測なんですけれども、まあ、結構ね、コムラのパーツってね、結構いろんなものをね、こう、ちょっと併用してたりね、したりしてますので、ね、もしかしたらなんですけども、ここにね、本来、従来オリジナルで使われているものがね、もしかしたらひょっとしたらね、これと同じものがね、使われていたんじゃないかなっていうね、まあ、憶測ですけれどもね、そんな気もしてます。まあ、先ほどね、言ったようにね、ひとまずね、オリジナルがね、実物がちょっと今のところはね、手元にない状態の中でね、作り上げているのとですね、わずかな、まあ、資料と写真ね、ちょっとこう、見て、こう、にらめっこしながらね、やってる部分もね、多々ありますのでね、あくまでも不足ですけども、つけてみるとね、まさにそこのね、オリジナルの写真とね、比べるとね、まあ、こんな感じですね。まあね、ちょっとうまくね、ちょっとこう、うまく2枚重ねてね、工夫してカットすればね、これでもね、なんとかいけるにはいけるんですけども、やはりね、ちょっとこう、なるだけね、完成度のね、高いものをちょっとこう、作り上げたいなっていうね、希望もありますのでね、妥協せず、ここはね、ちょっと時間がかかってでもですね、これに近いものをね、ちょっとこう探したいと思います。あとね、ついでに、まあ、ちょっと今ね、ついでなんですけどもね、この辺りね、まあ、見かけたことを、まあ、お持ちの方ね、いると思うんですけれども、こんなようなね、金属加工をするにあたってですね、まあ、もちろんね、加工しなくてもね、サイズをね、ちょっとこう調べたいな、なんていう時はね、結構ね、これこんな1枚のね、ペラペラのこんなもので、ちょっとこちらはね、少しちょっと厚めの丈夫ですけども、まあ、共にね、これ、フィルマンっていうね、結構こういったものをね、まあ、製造販売してるようなね、メーカーなんですけども、まあ、ネジなんかもね、売ってます。ね、そこのものでね、いろんなね、これサイズがね、測れるのもね、これインチとミリとかね、ついてますので、例えばね、ここの掘ったところもね、深さをね、まあ、ちょっと調べたいかなっていうのであればね、このあたりをね、ちょっとこういう感じで、まあ、入れながら、測ることもできたりとかですね。あとはね、ここの、まあ、サイズですよね、こういったのね、実際こういったものがね、あって、元はどれぐらいの大きさなのかな、ということをね、ちょっとこう測ったりするのに、意外とね、どうでしょう、カリパーとかね、ノギスなんかをね、使って、当然、ね、測る方法もあるんですけどもね、逆にちょっとね、もう少し手軽にね、見たいときはね、このアプリはね、非常に、便利ですね。あとはね、ちょっとしたようなね、角度を測ったりとかですね、これも同じようにね、こんな感じで、ピュッといってね、まあ、太さが一目で分かったりとか、まあ、いろいろとね、まあ、センチとね、インチもついてたりとかですね、してるものです。あとね、これ、インチってね、結構実はね、5分の16とかですね、まあ、例えば8分の64とかね、非常にね、まあ、センチとかミリに比べるとね、
さらにちょっとこうね細かな数値というかね、そんな感じでこの辺りもね数字がね、ずらりとね、並んでるんですよね、ちょっとこの辺りはね精度をねものすごい、追求するようなね、作業であればねどちらかというとまあインチで、まあミリでね、測るよりはまあインチでね、ベースで測ってあげた方がねまあいいのかななんてね、思いますけどね、一応こちらはね基本的にはすべてまあインチベースなんですね、ミリとねちょっとこう比べた場合ですね、若干のね誤差なんかがね、あったりはしますけどもね、まあこの辺りはね、一応これもまあそこそこのねシェイプになってますけどもね、まあこの辺りはねそんなにはね若干ここの底の部分がね、きちんとね、測った場合こういった感じでね、測った場合こちらとこちら例えばこことここだとね、まあ、0.001 ぐらいちょっとこっちの方が低いねなんてね、計測がね出たところでこの辺りはね特にそこまでね、100% ね、同じにする必要もないのでね、まあ問題はありません、じゃあね今日はね、もう12時ね、回りましたので、動画の方はね、これで、終わりにしたいと思います。じゃあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。また次回。